一手を吟味させてもらうぞ。今夜で決着をつけてやる。さもなくば、お前との決着は金輪際つけられそうにないからな。南條先生、親父殿は？お役に立てなくて申し訳ございませんが、今や金蔵さんの世界はこの部屋だけです。お父さん、聞こえますか？私たちは下へおりますが、気が向かれたらいつでもおいでください。息子兄弟一同ずっとお待ちしておりますよ。晩餐にも息子たちの顔にも興味はない。私がここを出るのはベアトリーチが蘇る時か、私が鍵の生贄に選ばれた時だけだ。もう悪魔のルーレットは回っている。今さら晩餐に何の意味があろう。親父殿は相変わらずご気分が優れられないそうだ。年に一度の親族が集まるこの機会に同席できないことを非常に残念がられておられた。ではディナーを始めようじゃないか。ゴーダ、始めたまえ。かしこまりました。それでは始めさせていただきます。マリアに傘を貸してくれた人は誰かしら？傘？何の話？さっきマリアがバラ庭園にいた時に雨が降り出して、誰かに白い傘を借りたみたいなんだけど、お礼が言いたくて。俺たちじゃねえぜ。ローザが出てった後は部屋を移してずっと仲良くおしゃべりをしてたからな。ははそうやで、あの後も兄弟で仲良くおしゃべりをしとったのや。少なくとも私とエヴァとルドルフと、あと秀吉さんとキリエさんではないことも確かだがね。私たちは夏姫さんとローザさんが出て行った後もずっと一緒だったわ。食事の時間までずっとね。
兄さんは源氏さんと一緒にお父様を呼びに上の書斎へ。私たちはそのまま食堂へ直行したもの。だから私たちではないわね。傘を貸すなんて親切。使用人の誰かじゃないの？じゃあ、合田さん？私はずっと厨房で準備をしておりましたもので申し訳ございません。じゃあ、熊沢さんか、シャノンちゃんかしら。はい、何か粗相がございましたでしょうか。違うよ、マリアちゃんが、バラ庭園に一人でいた時に雨が降ってきてね。誰かが、傘を貸してくれたんだよ。ローザおばさんが、その人にお礼を言いたいって言うのさ。おお、ベアトリーチェ。私たちでもございませんよ。私もシャノンさんも一緒にお部屋の準備をしておりましたから、お外には出ておりません。はい。気が利かなくてすみません。部屋の準備とは何のことかね。この雨ですから、客人の皆さんがゲストハウスにお帰りになられるのも大変かと思って、使用人たちに屋敷内の客室の準備をするように命じたのです。あら、気が利くじゃない。そうね、この雨の中表に追い出すのは失礼だものね。もう予算か。はい、奥様からそのようにご指示を受けまして、私と熊沢さんとカノン君の三人で準備をしておりました。そしてご夕食の時間になり、源氏様からゲストハウスのお子様方をお呼びするようご指示をいただいたため、カノン君が言ってくれたのです。ええ、ですからカノンさんがゲストハウスに行かれるときにマリアさんを見つけて傘をお渡ししたのではありませんか？おー、違う！じゃあ、夏日姉さん？ごめんなさい。私は皆さんとの仲良くの語らいの後、頭痛がひどかったので自分の部屋で休んでいました。ですから表へは出ていません。なら誰なの？ジョージ君たち？なわけないわよね。いえ、僕たちじゃありません。僕たちはずっとゲストハウスでテレビを見てました。むしろ私たちは、マリアはおばさんと一緒に屋敷に行ったとばかり。そこへカノン君が来て、マリアは一緒じゃないのかと聞いたんで、初めて屋敷にはいないのかって分かったんだよ。第一俺だったら、傘を貸すより先に手引っ張って屋根の下に連れて行くぜ。もちろん私でもありませんが、雨が降り始めてすぐの頃、金蔵さんの部屋を訪ねて、ついさっきまで一緒にチェスをしておりました。ということはおじい様でもないよね。なんだなんだ、妙な話になってきたぜ。あと残るのは誰だ？じゃあ誰？源氏さん？あの、ちょっと待って、勘違いしないでくれる？別に私は何かの犯人探しをしてるんじゃないのよ。雨の中のマリアに傘を差し伸べてくれた人に母としてお礼が言いたいだけなの。
ちつけよ、ローザ。傘を借りた本人に聞けばいいじゃねえか。通りや、ルドルフ君の言う通りやないか。マリアちゃん、おじさんに教えてえな。マリアちゃんに傘を貸してくれたのは誰や？ベアトリーチェ。なるほど、森の魔女ベアトリーチェが不憫に思って傘を貸してくれたか。いい話じゃないかね、ローザ。そういうことだ。それはよかった。無垢だというのは実に羨ましいことではないかなあ、諸君。一体どうなってんの？まさか本当に魔女が現れて傘を貸したってのかよ。マリアって冗談が言えるタイプだっけ？いや、昔から愚直なぐらい正直で真面目だよ。普通なら聞いただけで嘘と分かるような冗談すら鵜呑みにするタイプだぜ。マリアから冗談を言い出すなんて聞いたこともない。じゃあマリアがベアトリーチェに傘を借りたと言ったなら、それは間違いなくベアトリーチェなのか。マリアに関してだけは何かの比喩とか冗談とかそういうことは考えられねえぜ。革命通りの意味だと思うべきだろうよ。じゃあなんだよ、ゲンジさんあたりがあの肖像画のごついドレスを着てマリアに傘を持って行ってやったっていうのか。そんなことは知らねえぜ。私が聞きたいくらいさ。ケンジさんですか？マリア様に傘を貸されたのは。傘？何のことだ？はい、雨が降り出した時にマリア様は一人でバラ庭園におられたそうで、そこでどなたかに傘をお借りになったそうなのですが、それがどなたかわからないのです。僕じゃないよ。マリア様はゲストハウスにいると思ってたくらいだからね。バトラ様が最初に見つけられた時にはもう白い傘をお持ちだった。申し訳ないが、それは私でもない。じゃあまさか親方様でしょうか？何かの御用で廊下を歩かれているとき、偶然バラ庭園に傘もささないマリア様が見えたとか。親方様はマリア様のことをあまりお好きではない。同感だね。親方様が
マリア様のために直々に開花までお越しになって傘をお持ちくださるとは考えられないよ。あら、困りましたわね。では、マリア様に傘をお貸しになられたのは本当にベアトリーチェ様ってことに？さあさあ皆さん、ディナーは配膳のタイミングも大事です。すぐにスープの配膳に取り掛かってください。源氏さん、彼女らは大切なお仕事中ですので、お引き止めになられないでください。ゴーダの指示に従いなさい。今は晩餐の配膳を急ぐように。ほらほら、時間がありません。タラタラしない、急ぎますよ。では私どもも厨房に戻らせていただきます。ゴーダさんも気の短い方ですからね。私もこれで失礼いたします。源氏様、ベアトリーチェ様が本当にお戻りになられたのでしょうか。わからん。親方様にお知らせしますか。せずともよい。本当にお戻りになられたなら、やがておのずと親方様の前へ現れよう。それにあれは気まぐれなお方。親方様にご報告申し上げたところで、お姿を現されないことには何の意味もない。親方様の儀式はすでに始まっているということでしょうか。おそらく。だがそれは我ら家具には何の関わりもないこと。親方様に受けたご恩を最後の瞬間までお返しするのみだ。はい、それが僕たち家具の務めです。